人海舟は、道の区国の戦国大名、伊達氏が制定した文国法。天文5年に、伊達種棟によって制定された。条文はおよそ171条に及び、文国法中最大の規模。定裁に、ご成敗式目の影響が見えるほか、殺人、強盗など刑事に相当する部分に詳細な規定があること、また、自童の支配権が広く認められている点などが特徴。 人会は、地理、悪他の意味であるが、ここでは多数ということで、あらゆる方面にわたり多くの事柄を網羅して、作ったという意味である。原点の構成は、171箇条で全文の次に、条文があり立て種旨が署名している。次に起承文と続く。刑法と民法の区分はないが、訴訟の仕方など、いわゆる原告、被告の関係はよく整理されている。両民の保護に、 格別の注意を払っていたことが伺える。ことに、神社仏閣と細工人には、土地所有権売買他で優遇し、他領地へ離散することを防いでいる。いくつという特殊な制度があり、伊達家が犯罪捜査をしないため、被害者が自ら捕まえなければならなかった。冤罪の場合は50日以内に、真犯人を生きたまま連れてこなければならなかった。実行されていたのは、 天文5年から元記年間までで、以降は忘れ去られ、遠方8年に家臣である、村立かしが、伊達綱村に献上するまで認知されていなかった。倉方の起きは、人海舟に先立って、天文2年3月13日に出された、七夜関係の法令13条であり、人海舟が出された後も、補助法として存続した。期限計算や、七物の損壊、利計算、 七物が当品であった場合の規定などが定められている。ありがとうございます。